皆さんこんにちは、部長と申します。次に社代入りするのはどの馬かということでですね、今年からはですねエフフォーリア、そしてサリオス、ホットロッドチャーリーという3頭がですね名ある社代入りっていうのを果たしたわけですけれども、まあおそらくね今年はこれでスタートインする馬っていうのは終わりかと思うんですが、来年以降ですね社代入りするであろうと思われる現役馬は誰なのかということで、ちょっと私なりにですね語らせていただければと思います。一応ですね5頭を挙げさせてもらいたいなと思っておりまして、まず硬いだろうなっていう馬3頭に、あと2頭はちょっと微妙なラインになってきたのかなというところですね。では早速ですね、まずはこれ硬いでしょっていう馬3頭語らせていただきますと、もうこれはですね結論、去年の年度代表馬イクイノックス、そしてそのライバルドーデュース、で最後に2年前のダービー馬シャフリアールですね。まあこの3頭はもうほぼ硬いと言っていいのではないでしょうか。まあドーデュースはね結構もう語ってきたっていう印象があるんですけども、残ったこの2頭についてのね勝負価値っていうのはちょっと私なりにあんまり語ってこなかったんですけれども、まあまずはこのイクイノックスさんですけれども、この馬は他の2頭とはやっぱ違うポイントっていうのがあって、まあ地味にこれって結構大きいんですよね。まあまずはそもそもに年度代表馬に本馬抱えたということで、もうこの時点でほぼ社代入りは硬いっていうことは確定したと言っていいと思いますね。2010年以降年度代表馬入りした馬っていうのはですね、社代入りしなかった馬っていうのは1頭も出ておりません。まあそれがですね仮に日高生産馬だったりしても、やっぱり北三ブラックやロードカナラっていうのは下あたりからもですね、まあ基本的にはこの名誉ある年度代表馬をいただいた馬っていうのは社代入りが確定したと言って間違いないのかなと。まああまりに極端な決闘してるとかだったらね話は別になる可能性もありますけれども、やっぱりイクイノックスの場合はですね、先ほども言ったように非常に勝馬としてもね有効なポイントっていうのを決闘的な面でも持っておりまして、やっぱりついにですねサンデーのひ孫の勝馬っていうことに本馬はなりますから、いやこれはめちゃめちゃでかいと言わざるを得ないですね。まあつまりはですねサンデーの孫繁殖とつけることができるし、4×3 のクロスもできるということだよね。いやこれは明らかに魅力的な配合としか言えないと思うんですよね。まあ具体的な例を挙げればですね、例えば同じ年度代表馬に抱えたリスグラシュなんかともつけることが可能であると。まあちょっとトニービンのクロスとかも入りますけれどもね、まあやっぱり 3×3 にならないっていうのは非常に有利なポイントでして、やっぱりこれがですねサンデーの孫となってくるドーデュースやシャフリアールになると、やっぱり現実的ではなかなかねモザーファームさん内ではないっていうところがあったので、まあだからこそもうすでにサンデーの名前が4つ目にあるモーリスやエファニーヤっていうのはこういった超絶繁殖っていうのを集めやすい状況だったわけですね。それがついにスキーでですねサンデーのひ孫でイクイノックスっていうのは初と言ってもいいぐらいのこのクラスの馬になりますから、まあこれはですね他の馬にはないなかなか有利な点になってくると思いますね。アーモンドアイにも当然ながらつけることができるっていうことになりますからね。当然アーモンドアイもこれまでっていうのはモーリス、ファネイヤと順番通りつけてきたわけですけれども、そういったメリットを受けていた2頭からですねイクイノックスに流れる馬っていうのは、まあ、間違いなく出てくると思いますね。とはいえイクイノックスの場合金仮面の血も入ってないですし、でアメリカ系の血とかもそんなに強いわけではないですから、まあ言っちゃえばそこまでどの血統とつけてもですね濃いクロスになることはあんまりないんじゃないかなと思いますね。やっぱキングヘイローが話っていうのは本当に大きくて、やっぱこの血は当たってるんですけれども、やっぱ数が残ってるのが少ないので、やっぱ商売入りしてからもそんなに妨げにならないっていうところがあるんですよね。当然ソダシみたいな金仮面と黒船の血ががっつり入ったとしても OK ですし、まあ3では 4×4 にはなりますけれどもね、全然問題はないでしょうし、まあちょっとやっぱこれっていうのはですね3で孫に比べると、まあかなり有利な点と言わざるを得ないかなというところですね。まあお母さんも超絶名品で全くもって突然変異感っていうのはないですしね、まあダート適性っていう意味ではそこまで高くない血統にも思えますけれども、まあでもアベレージ高くですね芝の中長距離でクラシック向きの3区をですね数多く排出してくれるのでは
ないでしょうか。一方でシャフリヤールの場合はやはりそのサンデの孫っていう点はね、当然もうかなり揃ってるっていうところであるんですけれども、やっぱディエプ3区のですねダービー馬でかつドバイシーマクラシックも勝った海外 G1 馬っていうのはなかなか他にはないアピールポイントでですね、まあフランスで敗れたとはいえその価値っていうのは揺るぎないと思いますね。まあ、あとは当然こちらもお母さんが超絶優秀なんでね、アルアイも人気乗馬の一頭になっておりますけれども、その3区成績次第ではまあさらに弟の価値っていうのは高まるでしょうね。まあ多分ダートもこなせる可能性が高いっていうのがこの血統は大きいですね。まああのパイロと同じくブルペット系統のお母さんドバイマジェシティはアメリカのビーダーズカップフィリーメアスプリント勝ち馬と、もうこの文句のないダート実績がですね3区に引き継がれる可能性っていうのは大いにあるわけで、まあまずはそこをですねアルアインが証明してくれるなんてことになったら、まあもう何百万でも満口になるような魅力的な血統だと思いますね。まあ、あとやっぱりノーザンファームさん的にやっぱディープインパクトの血をね自分の生産場でつなげていかないとっていう気持ちはかなり強いと思うので、まあ、やっぱ今車台ステレオにいるまではね、もちろん絆やコントレールっていうのはその筆頭後継になるわけですけれども、どうしてもやっぱノースシリーズ生産場っていうところがあって、やっぱその牧場さん的には本当はね自分の牧場の生産場でやっぱ父と同様ねつないでいきたいっていう思いもかなり強いと勝手ながら思ってるんでね、だから仮に超絶繁殖を持ってきてディープの後継つきたいなってなった時にシャフリヤールがスタートインしたら、絆やコントレール以上にシャフリヤールを優先する可能性なんかもですねあるんじゃないかなと思っております。そしてドーデュスさんですけれども、こちらはねまあハーツの最有力後継としても見てること間違いなしでしょう。やっぱ本場がすごいのはまさにその戦績、2歳のマイル G1 勝って日本ダービー勝つのはもう何回言うんだって感じですけど、もうすごすぎますよ。まあ、実際日本で言っても最近はもうサリオスも2歳マイル G1 だけでもすごく評価されてますし、またやっぱり松船両手で達成した金亀はね、金亀は3歳のマイル G1 NHK からのダービーということになりますけれども、やっぱりそれでもすごい勝馬成績残しましたからね、やっぱりその2部門でまた違う能力が求められるその舞台でですね、どちらでも頂点に立った馬っていうのはもう競走馬としてのね総合力というか素質がやっぱり桁外れに高いっていうことの証明にはなると思いますね。まあ、本馬もねシャフリヤールと同様お母さんはフィリーメアスプリントの2着馬、まあ、やっぱりこちらが出てくればですねダートも生きる3区っていうのは出てくるんではないでしょうか。まあ、やっぱこの3頭っていうのは今初代にいる馬の中でもあくまで現時点で言うならばやっぱトップクラスの勝馬価値になってくるのかなっていう印象がありますね。まあエフォーリアの300万っていう価格以上にはつくのはほぼ間違いないのかなって思っちゃいますけどね。まあこれが安すぎるっていうのは間違いなくあるんですが、まあ初年度から600万以上、まあイクイノックスとかに関しては1000万円スタートとかでもね、いや父と同じぐらいの価格でもおかしくないんじゃないかなってちょっと思っちゃいますけど、まあ果たしてどうなってくるでしょうか。まあ、あとは3頭が順調に今年か来年引退っていうことになったら、やっぱ短いスパンでこう入れ替えしなくちゃならない馬が出てきますから、いや結構ねシビアな戦いっていうことに既存の勝馬たちっていうのはなってくると思いますね。去年なんて1年しか走ってないレッドファルクスやロゴタイプまで放出されましたからね、ほぼ3区が走るのを見ずにっていうタイミングでしたから、まあまずは単純に頭数が集まんないとちょっと放出される馬っていうのは出てくるかもしれないですね。そういった意味ではあくまで去年の状況だとスワーブリチャードとかハービンジャーあたりっていうのはちょっと心配な数値にはなってくるわけですけれども、まあでもスワーブリチャードはねもう2歳戦からやってくると私は思ってますし、ハービンジャーもここに来てファントムシーフといったねクラシック候補も出てきたんで、ちょっと惜しいような気もするんで、ちょっと難しいタイミングになりそうですよね。まあ、仮にその上限何頭っていういわゆる馬房数問題が本当にあるならではあるんですけどね、もう何十頭と車台で共有できますよっていうんだったら全然がっつり何頭でも揃えてね全員人気すればもうそれはすごいことなわけですけれども、さあ確かにね去年とかは3頭出て3頭入ったっていうところを見るとあり得るのかなとも思うんでね、ちょっと気になるところでございます。であとの2頭はですね、ちょっと血統的にはかなり高い確率で入るんじゃないかなって思ってたんですけれども、実績的に言ってちょっとどうなんだろうなっていうところがある馬たちですね。まずはシュネルマイスターさんと、もうね
血統多岐的に言ったらこの血がね社大入りしないのはちょっと考えづらいのかなって思っちゃうところではあるものの、やっぱり NHK マイルカップの G1 一勝のみっていうのは仮にこのまま行くんだとしたらちょっと心配な状況ではあるのかなと。2歳の G1 朝日杯勝った馬はやっぱサリオスみたいに入ったものの、 NHK マイル一勝馬っていうのは多分これまで社大入りした馬っていうのはいなかったと思うんですよね。まあもちろん昔に比べてだいぶね価値も上がってメンバーも揃うようになってクラシックよりこっちを狙う方なんかも出てきたぐらいですんで、非常に大きな意味を持つレースではあるんですけれども、果たしてそれの第1号になれるのかというところですね。ただやっぱりこのタイムだけ見ると過去10年ぐらいで言っても一番早いぐらいの時計1分31秒6っていうのは本当に凄まじくて、この凄まじい時計と瞬発力をですねこの血統でやれるっていうのは本当に夢がありすぎますよね。ヨーロッパの最強馬キングマンにドイツのオークス馬セリエンホルデー、もうこの地でね日本の高速馬場であの足使えるのはもうレジェンドとしかちょっと言いようがない。当然サンデー系金亀系アメリカ支持もう全て使えると思いますから、いやー勝負価値高すぎるでしょうと思うんですよね。やっぱノーザンファームさん的に言ってももうフランケルと同等かそれ以上ぐらいにヨーロッパの勝負の中ではキングマンを評価してるのかなって思うところもあって、まあ、もちろんそれは社大ファームも同様ぐらいな勢いでね、やっぱりスタセリタとかヌーボルトコルトつけるっていうのはそのぐらいだと思いますし、まあ基本的には社大入り硬いのかなって思うところではあるんですけれども、まあやはりちょっとエフフォーリアの経緯じゃないですけれども、ちょっとその3歳以降の成績が十分なものではないっていうところはあると思いますのでね。結構やっぱり父も母も実績自体が3歳までの馬だったので、そこら辺がねやっぱ早熟性高いのかなっていう感じにはちょっと見えてきたところではありますね。まあただそれっていうのは全くもってね勝馬としては悪いことではないと思いますし、まあ基本的にはサットインするんじゃないかなと私は見ておりますけれども、やっぱ他の先ほどの3頭が結構硬い状況ってことを考えるとちょっと多すぎるのかなっていうところもありますし、どうなんだろうっていう感じには最近思うところはまあなくはないというところですね。でもう1頭がカフェファラオですね。いや私この馬は完全にノーザン経由のノーザン外球馬だと思ってたら、いや全くもってそんなことはなかったようで、アメリカのセリで買った馬ではあったんですけども、なんかノーザンさんが斡旋した馬ではない疑惑っていうのがあるみたいで、外球で全然天栄とか信楽とかは使ってないみたいなんですよね。もうほぼ堀さんの在球調整、もうサウジまでほぼ2ヶ月近く在球調整で来てますよね。まあほぼは現役成績に言っても地方含め G1 3勝で、血統的に言ってもアメリカンファラオの社代初の後継になってもおかしくないと思いますし、まあ、ハーチもモアザンレイディ、ハーチミスワキっていうのも、まあ日本と大きく外すことはないだろうなっていう印象ですし、まあここだけ見ると大いに社代入りする価値のある馬かなと思うんですけれども、まああとはやっぱりダートが本線の知事だけあってですね、日高からの需要もめちゃめちゃ集めやすいっていうところはあると思いますね。もうほんとこちらは頭数で言ったら世代系以外も含めて凄まじい頭数が輸入されてますからね。まあバンゴッホも結構人気集めてますし、フォーエルドライブも難口続きですし、そんな血筋がですね社代に認められたっていうことになったら、まあ200頭近く行くような人気商売になってもおかしくないと思いますね。まあですからあとはそのノーザン環球馬じゃなかったっていうところがどんな感じに影響するのかなっていうところで、やっぱそれこそね日高系の北条さんからの大きなオファーみたいなのもあってもおかしくないですしね。一応馬主さん的に言うとこのカフェさんはノーザンファームのセレクトセール購入馬とかも結構いるんで、まあつながりがなくはないのかなっていう印象ではあるんですけれども、ただ庭先の馬とかそんなに多くないような印象で密接ってわけじゃないと思うんですよね。日高系の馬の方が頭数的には多いような印象もあって、まあそこら辺がちょっとどっち推しなのかなっていうのがちょっとわからないところではありますね。まあでもビジネス的な面で言ったらやっぱり社大ブランドっていうのは強いですから、まあ大いにそこに魅力を感じてですね、オファーさえあれば入る可能性っていうのは結構高いんじゃないかなと思っております。ということでね、私なりに5頭っていうのを挙げてみましたけれども、まあ、他にもねいるとは思いますが、ぜひいろんな意見あれば教えていただきたいと思います。まあタイトルホルダーがねやっぱドラメンって後継としてはっていうところあるんですけれども、まあ完全にレックススタッド入りっていうことが
マキオさんからね語られておりますので、やっぱりあのクラスの馬が日高に行くっていうのはなかなかね貴重なことではあるので、そちらはそちらで楽しみですね。まあやはりですね、デープや金亀ハーツがいなくなって、まだまだ混戦状態の勝馬界、先ほどの馬たち含めどんな馬が抜け出してくるのか本当に楽しみでございます。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。